体のキレは去年と全然違うと言います。シュート、カーブと変化球のコントロールの良さはさすがで、5回を投げて打たれたヒットは2本、味方のエラーから1点を失いましたが、ほぼ完璧なピッチング、ローテーション入りに手応えを感じていました。松永が抜けた後、1番サードが予定されている2年目の田口、1回内野安打で出塁します。田口はすかさず盗塁に成功、7回にもヒットを打って、これでオープン戦は通算21打数11安打と絶好調です。一方西武の先発は3年目で一軍定着を目指す内山、140キロを超えるストレートと大きなカーブでオリックス打線を3安打2点に抑えるまずまずのピッチング、今年は登板のチャンスが増えそうです。デストラーデに代わる新外国人選手トレンティーノ、6回秋山に代わって指名打者で登場します。オリックス2人目山内のカーブをうまく捉えます。昨日の3安打に続いて今日も実戦に強いところを見せました。試合は西武がこの回4本の長短打を集めて逆転、7対3で勝ちました。